顔してるわ。美味しい。顔ないよ。ご飯終わりのジョーナス。高い。かわいい。醤油。うわ、卵かけご飯。はーん。5枚をパッと入ってる形中に。大会翌日 49.4kg。 昨日大会当日の朝 49.1 やったんで 300g しか増えてない。え、大会後あるあるか。大会翌日全然コンディション残ってるな。けど脱力したらこんな感じ。水含んでるな。すごいすごいんですが、皆さんおはようございます。大会翌日のジャピさんです。顔と体の色が違いすぎる。というわけで、ありがたいことにこんなにたくさんの差し入れをいただきました。いやー、このいやー、マジでほんまにありがとうございます。昨日まで私は1位を目指してたんやけど、まあ、惜しくも去年と同じ順位の2位、まあ、出てる選手も違うし、今回は審査員の方が韓国から来られてたので、審査基準もまあちょっとは変わってると思うんですけど、まあ、順位で言ったら2位。去年の順位は超えられてないけど、去年の自分よりはレベルアップできたんじゃないかなとは思う。メンタル面特に。今回の減量はちょっとメンタルが結構揺さぶられてて、ストレスとかプレッシャーとかまあいろいろあった。とりあえず、まあ、翌日を迎えられて、こんなにたくさんの方から差し入れいただいて、実際ね、会場にもね、たくさんの方、遠方からね、栃木とか石川とか神奈川から来てくださってた方もいて、本当にほんまにありがとうございますっていうのをこう動画で改めてお伝えしたくて、今これ全部あのこう置いてね回してます。めっちゃ甘いもんのすごい匂いするんですけど、冷蔵庫の中にチーズケーキあるんやけど、それ多分昨日の動画に入ってるのかな。で、今日はなんか毎日さ、大会まで動画投稿してたから、大会翌日のこのなんか疲れてボーっとしてる Vlog も結構リアルでありかなと思って、急遽動画を回しています。これはね、多分全部一気にはさすがに食べられへんねんけど、パンとかベーグルとかクッキーとかは冷凍できるから、冷凍して箱系のね、あの賞味期限日持ちするやつ選んだよって、あのわざわざ気使って言ってくださった方がいっぱいいらっしゃって、日持ちするやつはちょこちょこ食べながら、足早いものはちょっと今食べて冷凍庫しまっといて、一気にバコンと食べたらめちゃくちゃ乗るって前回のお吹きに分かったから、同じ失敗をしないように、失敗というか過去のことから学んで次につなげます。とりあえずさ、なんか食べたい。まだ朝起きて何も食べてないよな。てかさっき体重計乗ったらさ 49.4 か、大会当日から 300g しか増えてないけど、昨日も結局かんすけさんとおうどん大盛り、私が 1.5 杯ぐらい食べて、柏店とお稲荷さんとで、お家帰ってからチーズケーキ食べて、ドーナツちょっとかじって、キンパも食べたんから、大会後はミラクルよね。でもさ、私さ1個さ、プロテインムースを食べたい。プロテイン飲んでないのしばらく、だから作ります。っていうか水飲みたいな、炭酸水飲みたい。今回水抜き、まあきつかったっちゃきつかったけど、頭痛とかはなかったし割といい感じ。ああ、もうさ、水気にせず飲めるって最高やな。あー最高、水最高、正式には炭酸水。プロテインムースもさ、バナナの量特に測らんくても
いいんでしょ。最高やん。全部使い切っちゃおう。やっぱり久々に飲むのはネイチャー館のトロピカル。ちょっと今からドーナツとかベーグルちょっと食べたいので、さっぱり系でいきます。これね、さっぱりの中でもちょっとミルキーだからちょうどいいな。しかもプロテインも測らなくていいんだ。大箱をちょっと入れて、じゃーん、お塩もかけちゃったよ。いただきます。ヘラのまますいません。うん、うん、プロテイン、トロピカルがちょうどいいわ。こんだけ甘いもあるのにプロテイン飲むっていうのやばいんですけど、まあ食べるよ今から。何食べようかな。これね、ミオちゃんっていうサマスタのビューティーのプロの方が最近ベーグルを販売しますっていうインスタで告知があったんやけど、のミオちゃんが明太もちチーズベーグル、これはねもうあの一口かじらせてもらったんやけど、何だっけ、キャラメルクリームチーズパンプキン、オレオのやつ、これやばいのよね。ベーグルってさヘルシーやんだから食べたいっていうのと、私クイニーアマン大好きなんよ。ハワイ行った時にクイニーアマン食べれんかったからこれを食べたいっていうのと、ブーちゃんがくれたこのポコポコのマフィンを食べたいっていうのと、いやもう多すぎて無理。あとこれマイクッキーって言って、こういちさんっていう方が作ってるクッキーやねんけど、マジで秒でネットで売り切れて予約販売しかできないみたいなクッキーで、私一度食べさせていただいたことあるんですけど、かんすけさんが大会開けて食べてたやつで、これをビッグバンジムの方が持ってきてくれました。でもな、ゆっくり食べたいっていうのがある。全部紹介したいっていう気持ちもあるんやけど、でもやっぱみおちゃんのベーグル食べたいな。どれ行こう。あ、冷蔵庫にチーズケーキあるの。ベーグル、あ、ベーグルにします。実はあのここにね、映ってないんやけど、この紙袋の中にこう細々したさ、こういうコーヒーとかもあるの。私の家の机がちっちゃくて乗り切らなかった。この明太もちチーズベーグルをチンした方が美味しいっていうのでチンします。あ、いいな、楽しみのバリューダンスの時間ですよ。楽しみなのかな、知らんけど。かわいい。結構腹筋残ってるけどさ、脱力したらこんな感じ。すごいね、水分だけで全然ちゃうの。てか張りとむくみが。チンできました。めちゃくちゃいい匂いする。断面を見せたいからちょっとハサミで切らせていただく。ウォーわー、じゃん、うわー、すごい。明太子が丸々入ってます。じゃあいただきます。あちゃっち、もちチーズ。ちょっと食べさし苦手な方ごめんなさい。見て、あ、めっちゃ美味しい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってな、ちょっと待って、噛み締めさせて、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ほんまにちょっと待ってな。謎にちょっと画角を今合わせるくん。待って、おかしいやんその画角は。何してんの。待って、待ってな、ほんまに美味しい。待って、ほんまに美味しい。めっちゃ美味しいお餅。明太子大好き。うわ、朝やわ。めっちゃ美味しいこれ。明太子待って、ほんまに美味しい。ちょっと待って、ごめん、ごめんなさい。
むじゅむじゅでめっちゃ美味しい。むじゅむじゅ、食感が楽しい。で、この程よい塩味と、この明太子の海の幸、うん、食べ物ってこんな幸せなんだね。朝起きてさ、昨日の皆さんからいただいたメンション見たり、自分の動画見て、結構もう反省会一人でしたんよ。どこがあかんかったやろうなとか、去年と比べてどこ進化したやろうなみたいな。進化したポイントで言えば、去年の弱点だった肩とお尻のボリュームアップしたのと、ポージングが安定してたのと、笑顔でできたのと、ポーズダウン緊張せずにいろんな人と喋ったり、お写真撮ったり、ステージから見てくださってる方をしっかり見れた、ちょっと余裕を持ってできたのかなと思うけど、まあ、反省点で言えば絞りが甘いな、うん、自分が多分観客席で大会見に行ってたら、あれちょっとぼやけてるかもって自分でも思ってた。でもさ、こう普段自分で鏡で見るのとステージ立った時の自分って全然違うから分からんのよね。まだ大会も2年目っていうこともあって、どの減量スピードが正しいかも分からんし、自分にとってどれがベストなんかも把握しきれてないのがまあ事実だから、もうプロのコーチの勘介さんにいろいろご指導いただきながら、メンタルの面でも支えてもらえたし、体の面でも食事の面でもほんまにありがたいなって思う。で、減量も毎回毎回違うからこそ勉強になるし、次につなげたいなと思う。うわ、クリームチーズ出てきた。あー、やらしい、すごくやらしい。おいしい。ウーロン茶とか飲みたいな。来てくれた方の中で、いつもモチベにしてますって言ってくれたり、頑張ってる姿見て頑張ろうって思ってくださってるっていうのを直接言ってもらえて、私ってほんまに何もしてないの、ただただ自分の目標に向けてやってることを発信してて、頑張ってる人なんか世の中にいっぱいいるってか、みんな頑張ってるけど、なんかこんな、なんか私優勝もしたことないし、かっこいい姿見せられたこともないのに、そうやって言ってくださる皆さんがいることで、それに対してもっと頑張ろうって思えるし、大会出ようと思いましたとか、ボディメイク始めましたとか言ってくださる方のきっかけになればいいなって思ってずっと発信してたから、それをまあやっぱりこう大会とかイベントとかで皆さんに会うたびに、あ、やっててよかったなって実感する。だからこの今までの道のりを見せて発信して、勝ったよ、1位取れたよっていうかっこいい姿を見せたかったし、見せることが私にとっての皆さんに対する恩返しだと思ってる。でも勝負事って、昨日勘介さんとも喋ったけど、一発で勝っちゃったら面白くない。負けるからこそ改善していって、勝った人が真のチャンピオンやって、失敗があるからこそ忍耐強く心も体も強くなっていくから、勝ちじゃなくて価値だよってインディマのナミさんも言ってくれました。めっちゃ深い言葉やなと思って、だから本当に皆さんの存在が私にとってはほんまにかけがえないのってことで、モチベーションで、生きがいで、人生で、だからみんなラブ。なんかさ、 SNS ってさ、まあ、便利なことにさ、どこでも見れるし、どっからでも発信できるし、どんな人でもできるし、けどさ、対面じゃないから、今こうみんなに対して私喋ってるけど、この空間で言ったら一人ぼっちでカメラっていう機材に向かって喋ってるだけ。けど私にとってこのカメラの奥ってすんごい深いもので、この奥に何万人もの方が見てくれてるって思ったら、なんかこう言葉に表せません。難しい。とりあえずもう言いたいことは言葉にちょっとまとまらないので、美味しそうに食べることによってそれを噛み締めてください。意味わかるよな。あ、マジで美味しい、本当に美味しい、めっちゃ美味しい。いろんなの食べようと思ったのに1個食べちゃった。
ほんまにやばい。めっちゃ美味しい。何回言うの？塩味がええわ、塩味が。なあ、プロテイン。チーズケーキに手を出すか。毎回明けもう食べたところ見せてるけど、翔子さんのチーズケーキマジで美味しいから、もう一度改めて食べさせていただく。てこのカスタードなのよ。もうさ、フォークじゃ切れないからスプーン。幸せ。ちょっとお腹いっぱいになってきちゃった。ベーグル丸々1個食べたもんな今。あ、でもクイニーヤマン、クイニーヤマンはちょっと待って、これあのハワイのやつのリベンジっていうかあれやから食べる。一口だけいただきます。一口って言っても多分二口三口になると思います。うん、これなのよ。うわっ、あ、こんな味なんやね。素晴らしいよ。すごいわ。クロワッサンの上にクッキーみたいなのとって、アーモンド乗っとってバターがかかっとるみたいなやつやな。すごいわ。とりあえず一旦朝ごはんごちそうさまでした。今食べた後やっぱまだ脂肪はついてないけど張っとよ。ま、そんなもん。おいしいかも。じゃあメープルやばい。泣きすぎて画面見れへん。大会後の動画編集って一番しんどい。余韻が残ってんのと、感情移入しすぎてめっちゃ泣いちゃうのと、なんかでもドーナツ食べながら編集とかしちゃってる。いいの？めっちゃありがたい差し入れ。リンゴ酢、トリュフ塩、これ毎日使うから。欲しいもん。これも食べれるから。でもお尻クッキー可愛すぎん？明日実家に帰るんやけど、ママちゃんから明日夜ご飯何食べるって LINE 来た。今まで減量中はさ、鶏胸と鮭買っといたでっていう LINE が来たんやけど、晩ご飯何食べるっていう LINE。 幸せやな。自分のお尻食べる。お尻を割る。パコ。こっちチャッピさんですの方食べよう。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃめっちゃ美味しい。牛乳欲しい。プロテイン飲もうかしら。うわ、やべ。やべ。やば。うわ。醤油、うわ、卵かけご飯久しぶり。めっちゃ美味しい。醤油ってやばいね。なんか急に食べたくなった。今さ、大会当日の動画がやっとできて、今5時やねんけど、
今回プロのカメラマンさんの高弘さんにいっぱい映像撮ってもらったんですけど、大会当日のティーザー動画みたいな、なんかイントロオープニングみたいなのを作ってほしくて、高弘さんに撮ってもらった映像を以前撮影でもご一緒させていただいている小坂くんっていう才能の塊の方に編集してもらったんだけど、もうオープニングで泣けるからちょっと見てほしい。ちょっとこれほんまにマジ泣ける。マジで動画作るの楽しい。特にな、最後のシーンが好き。天才、天才すぎる。高弘さんのカメラワークもやばいし、小坂くんの編集力もやばいし、だってさ、ピアノの音と瞬きの音がシンクロしてんで、後ろ向いて振り向いてちょんでチーンやで、えぐいって。トレーニングほんまに行きたかったんけど、行こうと思ってたんやけど、今5時でしょ。今日は久々に友達とお寿司食べに行くんですよ。よくね、飲もうやーって集まるんですけど、私お酒飲まへんから絶対飲まなあかんとか、なんかそうお付き合いの時以外は、まあ、基本的に友達の前とかは飲まへんからさ。でも周りの友達はめっちゃ飲むんよ。そんな友達とマジで久々1年ぶりぐらいにもう気にせず食べる。一緒におっても焼き鳥屋さんとか、まあ、魚系の居酒屋でちょっとつまんで、めっちゃ喋るんが好きやし、一緒におるだけで楽しい友達やから、こう食べ物とか飲み物とか、まあ、なんかいる場所とか関係ないような友達やけど、やっぱみんな食べるんと飲むん好きやから、そんな友達と久々に気にせず食べれるのが今日予定であるので、ちょっとジムは行けなさそう。明日行こうかな。もうだってさ、トレーニングさ3日間してないんかな。それはなんかうずうずするよな。まあ、大会翌日ゆっくりしてくださいねってコメントでいただくんですけど、マジでゆっくりしてる。ずっとここの席座って、ずっとパソコン触って、ずっとぼーっとして、でちょっとお腹減ったらおやつ食べてみて、さっきさ卵かけ胸肉ご飯、ご飯もさ計らずにそのままよそってさ、胸肉もさ計らずにそのままぶちかけてさ食べたらめっちゃ美味しかった。だって調味料も塩オンリーやろ。醤油の味なんかマジで久々やった。卵も最後らへん食べてたけど、満腹感を出すためにゆで卵とか食べてたから、生卵なんてさ一瞬でご飯でかき込んじゃうやん。そんなんも久々やったし、いや当たり前のことがこう幸せに感じれる。勝手にさ減量して勝手に大会に出てる身ではあるけど、なんて素晴らしいんだって思うよね。ネギさん、お疲れ様。ありがとう。わー、マッソー。ありがとう。うん、まっ、久々。美味しい？うまい。めっちゃ久々や。ちょっとずつでいい。あ、ほんと、一旦下がる。食えるんすか？下から、食べれんのは食べれんねんけど、なんか今日なんか意味わからん時間に、え、なんかさ、ご飯を測らなくていいっていうのが嬉しすぎてさ、じゃあからいっぱいさ、冷やご飯食べてさ、卵とりあえずいっぱい割ってみてさ、冷やご飯買えねん。え、割るだけでもやっぱね。あ、中指？いっちゃってください。いただきます。めっちゃ脂やな。こっちも行っていいですか？一番入ってる。わあ、マグロとか久しぶり。ええ顔してる。美味しそう。美味しそう。お腹減ってくるわ。食べて食べて食べて。全部食べ全部食べ。いろんな気分食べ物が。食べな。全然こっちでやる。これ。すごい。落ちちゃいそれ。寿司三昧。すごい。じゃあね、ここ敷けるところやねん。黙って、はーいってやる。この、
傘とお酒買った。もうないやん。もうないけど。あ、ごめんごめんごめん、めっちゃ邪魔した。やばすぎない。あっこ無事行く、行け、ひと口で行け。え、やばいな、これ。の瞬間、口の中水族館になるから買わないよ。買う買う買う。飲み切らんの。美味しい。ギラギラ。喋られへん。喋って。大丈夫です。顔やって。味わかってない。今何の魚食ってるか全くわからない。どうだろうな。味わかんない。あかんやん。味わからずに。イエーイ。これ何？チリソース？え、チャイロ？チャイロ、それストロベリーやろ。え、ちょっと待って、これ何入っとるかけんなに。これチョコかな。あ、どっちにしようか。待って。俺二択。え、うん、もう今まだ決まってないけど決めたことにした。どっちなんそれ？その瞬間で決めることにした。はい、せーの。あ、うん、え、待って待って、これかこれでも、あ、え、すごくない？みんな全員かぶってない。え、すごい。仲良しっていうのか仲悪いんか。ご飯後にコンビニでなんかを買おうとしてる。久々や。ご飯終わりのジョーナス。ザーッ、高い。キャンペーン実施中。あ、まさかの。こちら、これはピーラーで、ピーラかわいい。ステーキのタレ。あ、ちょっと待って、なってる。かわいい。チョコつけてる感じ、かわいい。わざとい。ちょっと待ってな。チョコってどこにあった？え？チョコってどこにあるの？チョコちゃうで。これさっきステーキ。口についてる。口チョコやばい。かわいい。なんで？どこに？こっち舐めてみて。そこチョコ。そこすごいチョコ。まだ取れてへん。チョコ。あ、うまいね、これ。返してじゃん。もういいじゃん。これもう、めっちゃ。ちょっと、うまこの何も。うまこの何も。格別やな。甘い。濃厚や。やっぱ水で濃厚なんだ。水で割ってない。というわけで、みんなとお寿司を食べて、ドーナツ食べて、フラッとコンビニに入って、ジュースとか買っちゃって、オレンジジュースいっぱい飲んで帰ってきました。久々に何も気にせず、友達と遊んだ気がして、いっぱいお寿司食べた。すごい美味しかった。お寿司食べたかってんな。大会明けに結構クリーンやねって友達に言われたんだけど、お寿司を何貫も気にせず食べれるって、減量の時はないから、嬉しかったね。美味しかったし、こう応援してくれてるみんなと、もう気にせず食べる食事って最高でした。てかめっちゃオレンジジュースいっぱい飲んでめっちゃ美味しかった。ということで、前回の動画でもお伝えしたんですけども、私は9月23日ナバ韓国戦、初の海外戦に挑戦します。あと40何日なんですけれども、明後日から沖縄に行って、沖縄でオフ会のチート&ヒートザビート、ヒートザビートでみんなで体を動かしてからチートミール朝食をみんなと気にせず食べましょうというイベントを実施予定なので、それが終わったら完璧に切り替えていきたいと思います。でも沖縄でももう何も気にせず爆食爆食爆食ってわけじゃなくて、ちょっと食べたいものあったら食べたり、クリーンで行きたいなと思ったらクリーンで行くしっていう、何も気にしない3日間にしようと思います。あー眠たい。ということで本日の動画は以上でございます。当たり前にできている環境を大切に、当たり前のことは当たり前じゃないから。ということで、またお次の動画でお会いしましょう。バイバイ。